語る女装家です。今回のニュースはこちら。出川哲朗、この人無理だと思った女性芸能人を実名告白。タレントさんとしては素晴らしいけど。スポーツ報知より。タレントの出川哲朗が10日放送の日本テレビ系秋の爆笑さんま御殿3時間スペシャルに出演し、この人無理だと思った女性タレントを名指しした。ということで、この人とは絶対無理と思う異性のタイプというトークテーマの中で、ホラン千秋さんを挙げたわけですね、出川さんが。で、その理由というのが、今まで彼氏とツーショット写真を一回も撮ったことがないと。で、別れた後にその写真を週刊誌に売られる可能性があるからと。出川さん的には、付き合ってる男性を信用できない人は、俺絶対無理だなと。まあ、出川さんの言ってることも非常にわかるんですけど、このホラン千秋さんの姿勢というか態度っていうのも、ある程度わかりますね。まあ、ただ私は出川さん側ですかね。ニャンニャン写真、いわゆるベッドでツーショットみたいのは撮らないとしても、普通にツーショットだったら別に彼氏以外だっていろんな人と撮るでしょうから、そこまで特別な限定的なものでもないでしょうし、恋人との思い出として撮るのは相手のことも考えると撮っていった方がいいのかなと。ということで、これを見ているあなたはどう思いましたか？チャンネル登録、通知設定お願いします。また次の動画で会いましょう。